福岡県が今年度から始めた短期留学プログラムでアメリカのシリコンバレーなどを研修した高校生が県庁で報告会を開きました。今日報告会を開いたのは県内の高校生12人です。福岡県は将来世界で活躍する人材を育てようと高校生を対象にした短期留学研修事業を始めました。 留学はアメリカのシリコンバレーやシンガポール、ハワイなど4つのコースで、大学や企業を訪問しながら最先端の知識を身につけました。失敗しても諦めないチャレンジ精神の大切さ、最後に人とのつながりの大切さを学びました。服部知事はこれから自分がどう行動するのかを考えるきっかけになったと思う。 この経験を糧にチャレンジを続けてほしいと話しました。福岡県は新年度もこの事業を続けるということです。